はい、悩みに悩んだ末こんな形になりました。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日このね、ワッペン状にしました、アフリカンフラワーのこれ五角形ですね。五角形のモチーフこうブローチ仕様にしてくっつけまして、で、あれからですね、はい、六角形のバージョンもちょっと編んでみました。まだ裏とかね全然つけてなくって、ブローチに仕様にもしてないんですけど、まあ、ちょっとね五角形と六角形とかでねつけていっても、これだけでもかなりワンポイント状態でいい存在感のものなんですけど、まだまだ白が多いなので、本日はまた違うお花のモチーフを作ろうと思うんですけれど、今日はなんか名前、誰かが考えたとか名前ついておりません。誰かが考えたというよりは私が朝からうんうんうなって考えました。まあ単純に編めそうな編み図で、なんかいい感じのね、ちょっと秋のお花って感じでいい感じのお花作れないかなと思って、すごく春でも秋でもね、ちょっとお花のモチーフでこう可愛い感じにと思って、あ、うんごいの、すんごいなりました。僕はもう朝からすんごいなって、もうなんかずっとどういう花にしようって、もうこんなもんじゃないですよ。もういろいろ作りました。こういうのとか。で、ここにこう飾るのにね、どういうのが一番可愛いかな、存在感があるかなとかね。ただこれを同じようにワッペン状にしてここにつけるのもなんかな、面白くないなと思ったので、ちょっとアイディアといいますか、せっかくこれね、真ん中方眼編みなんですよ。だから方眼編みにこう紐をつけまして、で単純に紐をね、もう金具いらずですね、紐をピヨッと通した時のここにこの花ついててもいいんじゃないかなと。でも固定されるかなという感じですね。で、こっちがちょっと葉っぱっぽくなってればいいんだよねぐらいの。葉っぱついてたらそれだけで絵になるのではないかなということで、本日このお花とか、まあ、この紐とかね、パーツ作りをして、明日それを合体させてバッグにつける状態にしようかなと思っております。早速やってみましょう。これね、ついさっき出来上がったのでね、編み図が本当にこうこれなんですね、これ。うん、やってくか。よいしょ。本当に出来たてほやほやでございます。で、細い糸で編んだ方、まあ太い糸で編んでもいいと思うんですけど、これはなんかちょっと細めの糸2本取りで編むとちょっと繊細な可憐なお花になるかなと。ただ真ん中はちょっとだけね、こっちの今日一応今作るのは花びらこの色で作ろうと思うんですけど、この糸よりもちょっとだけ太いこの糸ですね、うちの夫の iPad ミニカバー作った時に使った糸なんですけど、これはね、リネンかな、麻の糸です。麻の糸のやつ2本取りで、同じ5号針で編もうと思います。で、まずですね、普通に輪から始めまして細編みを6目編みます。で、もう1段ですね、1目に対して細編み2目の増し目をして、これがお花の中心になります。全部で12目です。はい、これが中心になりますね、お花の。ういーって、ういー、よいしょ。で、1回ポンポンちょんと切りまして、で、こっからお花の花びらの方に、移っていきたいと思います。で、花びらをどうやって作ってるか、今この1目目ですね。で、今この編み始めの目のところに、よいしょ、糸をつけます。糸をつけて、そのまんままず鎖編み 4目ですね、鎖編み4目編んで、長長長と3つ巻き長編みを同じところです、1目目に入れて、2間ですね、一歩手前、2個ずつ取って、あと1個で3つ巻き長編み終わるよっていうこの手前で止めます。で、もう1回巻いて、3個巻いて隣の目、はい、ここもみかんの三つ巻き長編みを作って、これで一気に引き抜くと
鎖編み4つで立ち上がって三つ巻き長編み2目をこう2目一度というこのちょっと三角形的なこういう三角形的な形になります。であとこれでまた鎖編みを4つ編んでこのね今取ったこの2目目ですねのとこ拾って引き抜き編みをします。これがね花びら1枚分になります。で次また隣にすぐ隣の目をに引き抜き編みしてスタートが移りました。で移ったのでまたここで鎖編み4つ編んで今6目スタートだったので花びらは6枚になります。これ5枚にしたかったら、5目スタート細編みを5目スタートでして、次の段2目ずつ編むので10目になります。そうすると、この1つの花びら作るのに2目必要なので全部で5枚になります。今は6目、はい、今は6目スタートなので花びらは6枚になります。で隣のね一番最初の目ですね一番最初の目のとこに引き抜き編みしてはいスタート地点に戻ってきました。これで6枚の花びらですね。でちょっとこっちの三つ巻き長編みの長さよりもこの鎖編み4目の方がちょっとだけ短いのでちょっとねくるっとちょっとだけくるりんしている状態になるのかな。ちょっとお花パキーンと開いているよりもちょっとだけ丸まってる感じの方がいいかなと思いまして、でここからですねここからもう一段もう一段ですねボリュームをアップしていこうと思います。これだけでもなんかねちょっとマーガレットっぽいんですけれどここからですねこのよいしょ鎖編み1目編みましてこの鎖編みですね鎖編みのところ拾って細編みそして長編みを4つ入れます。鎖編み1つ起こしてまずこのちょうどこれね足が4つ見えるんですよ。4本見えるんですけど外側の鎖編みのところだけを拾って細編みですぐ長編みを4つかな。私的にこの糸のね太さの関係で何目入ったらバランスいいのかなぐらいしか考えてないので、糸によってもしかしたらもうちょっとこの長編みの目数を糸のこう細さによってはもうちょっと編んでもいいかもしれないですし少なくてもいいかもしれない、はい、細編み1つ編んだら次長編みを4つ編みます。で4つ編んだら鎖編みを2目編んでで次はですねちょうど反対側一番外側のこっち側ですね外側の、はい、鎖編みのところを拾って長編みを4つ編みまして細編みを1つよいしょこういう感じかな。1枚の花びらがこう真ん中にね三つ巻き長編み2目一度が入っててで外側にこうちょっと広がるように長編みが入っててでっぺんの方は鎖編み2目でちょっとだけ幅を入れ大きくしております。でこれを6枚花びら6枚分全部やりたいなと思ってます。なので次すぐですね次すぐ次のところに細編み鎖編みのところにまた細編みを編みましてまたここでも、はい、長編みを4つ、はい、最後の花びらの、はい、最後一番最後の細編みまでやってきました。細編みしてで一番最初の編み始めの細編みですねを拾って引き抜き編みするとでちょっとね形を整えするとちょっとね大きめの大ぶりのちょっとだけ迫力のある花のモチーフになりました。これ完成ですね。ほい、もう編み図的にはもうたったこれだけです。たったこれだけでもね意外とボリュームのあるいい大きさの花ちょうどいいこう大きさの花になったかなと思います。紙ゴムにしてもいいですしこういうヘアピンとかこうパッチンにこうつけてもうちょっといい感じのお花になったんじゃないかなと思います。糸の雰囲気変わるとねこうガラッとイメージ変わりますね。色味がね変わると。であとはこれを
紐をつけてねやりたいなと思うんですけど、紐はですね、はい、安定ので、普通のこう鎖編みでもいいんですけれど、なぜこれにしたかと言いますと、まあ、こういう絵にも書いてある通り、真ん中に葉っぱ、こういうちょっといいですか、この紐のちょうど真ん中に葉っぱか花かどっちかを持ってきたいなと思うので、こう編みつけたりね、縫い付けたりするときに便利なようにこの形をとっております。目を拾いやすいようにって形で、ここにこれつけて、でこっち反対側に葉っぱとかね、ビーズとかつけちゃってもいいのかな。葉っぱってどうやって編めばいいんだろう。とりあえず花真ん中にしますか。花真ん中、それとも花を両端につけて、両端につけて、で、これ編み物のね、いいところはとっても柔らかいので、こういうお花の状態でも、このぐらいの長さの紐でも、よいしょ、この方眼編みのところに、よいしょ、通して、で、この花大きいですけど、とりあえず柔らかいので、そのままくるっと通してしまってもいいかなと。で、それぞれの花、ブラーンとぶら下がる形。ここではなくて、こっちとかね、モチーフ柔らかいからくるっと通せてぶら下げるって形でもいいし、あ、でもやっぱり真ん中に花ついてた方がかっこいい気がするな。真ん中に花つけますか。ちょっとつけましょう。あの、糸始末してちょっと真ん中にお花をつけてみようと思います。まずやろう。で、この紐、今ですね、この紐、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16個、16ブロックできるように作ったので、まあ半分に折ったら 8ブロックぐらいなんですけど、まあどっちか、この隙間ですね、鎖編み多めと細編みの隙間ぐらいにビョーっと通しちゃって、もう適当です。ここら辺はね、適当でいいかなと。だからもしこのこういう何ていうの、花を先に作って後付けはこういう風にこう留めればいいんですけど、編みつける、もう最初からここにね編みつけちゃえばいいやっていうタイプでも編みやすいようにと思ってこのブロックにしてますんで、こういう状態で、まあ今仮止めですけど、こういう状態で紐につけました。ピロン。で、ここであと花を持ちのここに通しの、通しのこの輪っかに入れの引き締めのですね、こういう状態で、なのでここら辺にあと葉っぱを編みつけていけたら可愛いものになるんじゃないかな、どうかな、うん、こういう感じ で、あとここにこう葉っぱつけなくても可愛い、これはこれでいいかこれはこれでいいかって感じですね。はい、こういう形でこう一個同じぐらいですね、大体五角形のやつと同じぐらいの大きさになったな。まあ、フリフカンフラワーと同じぐらいの大きさにはなりましたけど、もうお花モチーフ、私朝からうなりまして、もうすっかりお昼を過ぎました、これ撮影の後にようやくお昼ご飯にありつけると思います。はい、これで明日これのもう一つパターンで、パトゥーンでこうちょっと葉っぱを付け足してみようかなとか思っております。うん、じゃあ葉っぱどうやって編むっていうところまで考えてないので、これからまた葉っぱの形どうしようかなをうならせていただきたいと思います。で、今これとこれもさっき編んだやつと六角形のやつと、こうやって見るとボリュームがね、だんだん増してくると思いますんで、はい、それではまた明日、もしかしたら違うことやっちゃうかもしれないし、ちょっとまだ未定ですが、とりあえずお昼ご飯食べます。はい、それではまた明日。じゃ